どうも、ショータイムゴルフです。はい、面白いウェッジを手に入れましたので皆様に紹介したいと思います。はい、その名はけども、ゴルフさんのフロックスウィープ 2-2 これなんですけども、特徴はソールがね超広いんですよ。真ん中に溝があって、溝がある。これ何のために溝があるかというと、バンカーの時に潜らないんですよね。刺さらない、刺さらない、そう、はいはい、なんでもうフェースを開かなくても、うん、超抜ける、はいはい、素晴らしいウェッジです。まあ、こういうなんかバンカー用ウェッジみたいなのはよく他の、うん、まあ、メーカーさんでもありますけど、これはあれですよね、バンカー以外でも結構多用できる形状とロフト角、うん、になってる感じがするんですけど、薄いライトとか薄いフェアウェイの芝とか、うん、これはもうラフらないですよ。ラフらない、ラフからの抜けもいい、うん、ラフ、逆目のラフとかも飛んでくれる、はい、うん、いいので、じゃあちょっと実演で、はい、ということでこのフロックウェッジのバンカーでの性能を見ていきたいと思います。かっちゃんが持ってるのは今64度いいね。ほら、いいね。やっぱプロなんかはウェッジを開いてバンスを作って打たないと打ってるんですけど、おお、いいね。これはフェースを開かずとも抜けてくれるっていう優れものですね。もうこれ持っただけで分かる良さが、これは寄るわ。あ、いいね。うまいね。不思議だわ。これもう何をどうやっても出るじゃん、これいいね、これ素敵なウェッジ。おー、ざっくりしない。あ、しないしない、ざっくりしても全てカバーしてる。あー、なるほどね。うん、最高だ。あ、いいね、これ。でも本当に、いや、これ冗談抜きにいいよ。いいでしょ、これいいよ。フェアウェイとかでも良さそうじゃね、これ。ほら、こんなうまい。開いてないでしょ。開いてない。開いてなくてこんな抜けるんだよ。活躍にね、バンカー苦手だから。すげえ苦手だから、バンカーも。いいね、これすげえいいね。これいいよ。これよくない。翔太のアマチュアバンカーショット、はい、いいね。アマチュア的にね、アマチュア的にちょっとやってよ。いいじゃん。いいね。開いてない。簡単に出るな。今超ダフってるけど。ね、今10センチぐらいダフったもんね。ああ、おお。素晴らしい。素晴らしいよ。それでもダフっとけば出ることは分かった。ああ。本当にこれは本当におすすめ。ほら、楽だわこのウェッジ。楽。いいっすか。いいっす、ね、最高です。はい、決まりました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、まずは翔太さんが打って、まあ、プロ代表ということで、はい、その後アマチュア代表勝谷さんに打ってもらって、はい、まあ、このウェッジがどれだけいいのか。そうですね、64度。ああ、これ64度。58もありますよね。ちょっとじゃあまずは普通のグリーン周りのフェアウェイ、ああ花道のイメージで。でも開かなくても、まあ64度あるからね、上がってくれるんだよ。おっ、めっちゃ上がる。カメラ外にカメラワーク外に飛んでた。今開いてない、全然開いてない、もうスクエア、うん、なんならちょっとハンドファースト。そうそうそう、めっちゃ上がるね。しかもスピン入ってる。うん、なんか片山慎吾さんもトーナメントで使用したことがあるとか。日本オープンの、日本オープンで。じゃあ次ラフからいきましょう。これ難しいですよ。左足下がり、つま先下がり、いきなり難しいライン行った。開いてない、ちょっと開き。お、めっちゃスピン、抜けいいね。球上がる、引っかからない。うん。別にそんなに切ってるわけじゃないんでしょ。切ってない。おお。うん。抵抗がない。距離感も合いやすそう。抜けがいいのはいいですね。勝也さん。これマジでいいっすね。
じゃあアマチュア代表勝也さんも58で、とりあえずじゃあ普通にさっきと同じような状況で花道から。うまっ。うまっ。顔がいい。顔いい。うまい。いや、いいね。うまいね。うまい。いいんじゃん。今みたいなピッチエンドランもしやすい。しやすい、しやすい。うん。ちょっとじゃあラフから。ショートさんがやったこの難しい。これはもうアマチュアの人にとっては致命的なこの、ね。もう難しいです。これはもう、大体あるのは、ざっくりか、それを嫌がってトップ。めっちゃ上がる。ちょっと大きかったけど、でも。でも抜けはめちゃめちゃいい。抜けいい。抜ける。ちょっと今みたいにこう刺しに行ってもちゃんと抜けてくれるっていう。このロケーションでちゃんとグリーン捉えられたら間違いなく1打2打減るよ。減る。だってこれざっくりしたら次もちょっとざっくり怪しいロケーションだから。ちょっと64も打ってみます。これやっぱロフトがつけばつくほどアマチュアの人にとってはちょっと難しくなるはずなんですけど、開かなくていいんじゃない、普通に構えていいんじゃない、普通に転がすぐらいのイメージで。いや、いいよ。この短いエッジからの距離で止まるもんね。開く必要ないね。いい。これ全然使えるんじゃない？64度でも。ちょっと左足下がりとかでやってみたらどうですか？この難しい。こういうとこあるよね。左足下がりのちょっと薄いライン。全然上がるじゃん。入りよくね。うん、めっちゃいい。止まる。なんかスッと入りますね。安心感やっぱあるのかな。やっぱ刺さんない。刺さんない安心感。全然安心して。ああ。ダフらせられるもんね、わざと。ちょっとじゃあ15から20ヤードぐらい。うん、ダフっても結果は変わらない。これが大事なんですよね。結局ミスは出るんで、それがね許容されるかどうかが大事。うん、ダフってもダフっても一緒。これは階段。これあるね。次58度。58。うん。フェースにも乗ってる。めっちゃうま。うま。かつやさん開いてたけど、そんななんか変な感じが。うま。やばい。マンドリ。ワンホップで止まる。バンス邪魔しないですね。ちょっと開ける。トップは怖くないよね。真面目な話。ガチで買うか迷ってるわ。おお。うわぁ、おぉ、めちゃくちゃ薄いライ、硬いですね。うおぉすごい、簡単に上がるよこれ。こんなだって薄いライだ、うん、関係ないよこれ。うわぁHehehe
楽しい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  いいな、みんな楽しい楽しそう。